パリ五輪が閉幕し一夜明けた12日、近代五種の日本代表が日本へと出発前のシャルルドゴール空港で取材に応じた。男子で銀メダルを獲得し、馬術、フェンシング、水泳、射撃、ランニングで争い、キング・オブ・スポーツと呼ばれる伝統競技で、男女を通じて日本製初の表彰台に登った初出場の佐藤大層、自衛隊は、ちょっとずつ、 メダルを取った実感が湧いてきたと語った。祝福メッセージがひっきりなしに届くといい、100件返したと思ったらまた300件になってる。ずっと返信していると嬉しい悲鳴を上げた。28年ロサンゼルス五輪は馬術に代わって障害物レース、サスケが採用される。伸びしろしかない、ワクワクしていると佐藤。 ミスターサスケこと山田勝美の俺にはサスケしかないんですよの名言はもちろん、カニの漁師の方と秋山和彦の名も挙げるサスケファン。先輩が好きで、ずっと応募してる。でもずっと落選してて、自分が先に出ちゃおうかなって、笑い。得意そうな障害は、そり立つ壁だという。パリの選手村では、男子クライミングの楢崎もは、同銀メダルの安楽空とと同部屋だったという。 サスケには上腕で体を支える障害もあるだけに、佐藤は最強のスケットになってくれるんじゃないかなと笑った。9月には所属の自衛隊体育学校、埼玉、朝霞市第4種の連成期が完成するという。佐藤はしばしの休息を経てそこでしっかりトレーニングしたいと思いますと意気込みを語った。